女なんて産みやがって役立たず、さっさと山に捨ててこい。お母さん、いきなり何ですか？男を産めと言ったはずよ。出産前からお腹の子は女の子だって言ってましたよね。生まれるまで猶予をあげたのよ。何ですかそれ。もしかして大事なところが隠れて見えないのかもしれないとか、いろいろあるじゃない。それはあるかもしれませんが、お医者様は十中八九女の子に間違いないって言われてましたし。うちは代々男系家系なの。私も息子を3人も産んだのよ。それは何度も聞きましたが。だからおかしいでしょう。何がですか？コウタの子だったら男に決まってるの。でも実際に生まれたのは女の子ですし。あんた浮気したんでしょう。は？別の男の種なのよね。バカなこと言わないでください。私の目は節穴ではない。よくそんなくだらないことを考えつきますね。コウタが聞いたらなんて言うか。あの子だって内心疑っているに違いないわ。そんなわけありません。生まれてから毎日病院に赤ちゃんを見に来てますし。きっと確かめているのね、本当に自分の子かどうか。すごく嬉しそうな顔して赤ちゃんを見てます。無理してるのよ。これ以上私の息子を悲しませないでちょうだい。いい加減にしてください。可愛げな嫁ね。生まれた子もあんたに似て可愛くないに決まってる。お母さんが何と言おうと、私にとってもコウタにとっても大事な子供です。じゃあ私の言うことを聞かないっていうの？何のことですか？さっき言ったでしょ、女の子なんて捨ててこいって。まさか本気じゃないでしょ。冗談でもムカつきますけど。姑に対してなんてことを言うの？お母さんがあまりにも非常識なことを言われるからです。本当のことを言われて開き直ってるのね。浮気した男との子供なんて見たくもないわ。もうお母さんとは話したくないです。私まだ産後3日目で体調も万全ではないんです。女を産んだあんたの体調なんてどうでもいいわ。あんたは私の言う通りにしなさい。わかったわね。私はともみ、26歳です。大学時代に両親を事故で亡くし、天涯孤独の身の上でした。でも就職した会社で3年先輩のコウタと出会い、交際を経て結婚。夫には2人の弟がいて、義実家で同居していたので、私たちは義実家近くのマンションを借りて結婚生活を始めました。結婚2年目に待望の妊娠。夫ともども大喜びしていたのですが、義母は妊娠報告をした時から絶対に男を産めとばかり言ってきます。義母は息子を3人産んだことが自慢で、男を産むことこそが嫁の務めと何かにつけて言いますが、私も夫も聞き流していたのです。それがまさかあんなことまでしでかすとは夢にも思いませんでした。翌日。もうあなたの帰るところはないから。今度は何ですか？あんたたちの離婚届を出してきてあげたの。は？女の子を産むような嫁は我が家には不要。おっしゃっていることがよくわからないのですが。このバカ嫁、こんな簡単なことが理解できないの？離婚届って私とコウタのですか？決まってるでしょ。コウタにはちゃんと男の子を産む新しい嫁を私が見つけるわ。離婚届にサインした覚えなんて全くありません。私が書いたわ。は？女を産む嫁なんてもはや寄生虫よ。離婚されるのは当たり前。私働いてますから誰にも寄生していません。あんたの稼ぎなんてたかが知れてるでしょ。それじゃあお母さんは働いてなくて稼ぎはないのにずっと贅沢してますよね。あんた専業主婦をバカにしてるの？そういうわけではありませんが、仕事をしながら主婦をしているのに寄生虫呼ばわりされるなら、仕事をしていない人はなんて言うんだろうと思って。私は男の子を3人も産んでやったのよ。役目をちゃんと果たしたのだから贅沢をする権利があるの。家の中はお母さんの買ったブランド物が山積みで、お父さんも困ってるって前にコウタが言ってましたが。
うちの人は妻がいつまでも綺麗でいることを喜んでいるに決まってるわ。そうだといいですね。まあ私だけいつまでも綺麗で、自分だけジジイになっていくから悲願でいるかもだけどね。それはないと思います。お父さん若々しくていらっしゃるし。なーに、あんたうちの人にまで色目使ってるの？つまらないことを言うのはやめてください。まあもうそんなことはどうでもいいわ。あなたはすでにうちの嫁でもなんでもないんだからね。コータが離婚届にサインしたとは思えません。まさかそれもお母さんが？もちろん、息子の代わりに母親がサインしても何の不都合もないでしょ。そんなことしてコータが怒らないとでも思ってるんですか？あの子ったら、あんたにすっかり騙されて、何かにつけてあんたの味方ばっかりして、それも気に入らなかったのよ。だからちょうどよかったわ。何のことですか？女を産んだあんたの浮気は確定なんだから、コータだって納得して離婚に同意するのは間違いなし。ありえません。あんたって前から目障りだったし。私お母さんに何かしましたか？コータがあんたに余計なことを言うなとか、俺たちのことに口を出すなとか私に文句言ってくるのよ。昔は素直でいい子だったのに。お母さんが休みの日には必ず実家の掃除をしに来いとか、コータに家事をさせるなんて嫁失格だとかいろいろ言うから。私は姑として言うべきことを言ってるだけ。うちは共働きなので家事は分担してるんです。何度もそう言いましたよね。それが生意気だって言ってるのよ。うちの息子に家事をさせるなんてありえないの。でもこれでやっと追い出せる。本当に私たちの離婚届出しちゃったんですか？しつこい、同じことを何度も言わせるな。そんなことをする人がいるなんて信じられなくて。あんたは生まれた赤ん坊と共にどこにでも好きなところに行きなさい。とにかくコータと話します。親なしのあんたってもう帰るところないわよね。親子揃ってホームレスにでもなれば。じゃあさようなら。2時間後。お母さん本当に離婚届出したんですね。区役所で確認してきました。わざわざ出向いたの？ご苦労様。そんなことしなくてもこの私が嘘なんてつくはずないでしょう。そんなことしていいと思ってるんですか？なにその偉そうな口の聞き方。そんなだから捨てられるのよ。私は捨てられた覚えはありません。私の言うことを聞かない嫁はいらない。息子に捨てられる前に私が捨ててやったのよ。ありがたいでしょ。俺がお前を捨ててやるよ。え？何言ってるの？頭でもおかしくなった？お前のような女とはとっとと離婚するべきだった。何なのよ、わけわからないことを言って。もしかしてあんたともみさんの男？くだらんことを言うな。やっぱり男がいたのね。お前がここまで低俗な女だったとは。これが自分の妻なのかと思うと情けないの極みだ。え？まさかあなた。そうだ、やっと気づいたか。恥ずかしいがお前の亭主だ。いやいや、そんなはずないわ。だってともみさんの名前が出てるし。今病院に来ているんだ。お前の反応を見たくてともみさんのふりをして話そうと思ったが、怒りが我慢できなかった。なんであなたが病院に？赤ちゃんの顔も見たかったから、今日あたり顔を出そうとは思っていたんだ。女なのに？そうしたらコータから連絡をもらってね。あいつ会議中ですぐには動けないと言うから、俺が役所に確認に行った。もっともらしい嘘つくな。うちの人のふりして。私を脅そうとしても無駄よ。うちの人が女の赤ちゃんの顔なんて見たいわけないんだから。まだそんなことを言ってるのか。いい加減に下手な芝居はやめなさい。私は騙されないから。腰はもういいのか？何？昨日は腰が痛いと言ってずっと寝てたよな。最近はなんだかんだ言って家事をサボって買い物に明け暮れているようだな。
昨夜はネットで買ったスカートのイメージが違うとわめき散らしていたし。なんでともみさんがそれを？本当にあなたなの？お前には呆れ果てたよ。あなただって男の子が欲しかったはず。私はあなたの言葉を代弁しただけ。俺はそんなこと一言も言ってない。うちはずっと男ばかり生まれてるんだから。私だって3人も男の子を産んだのよ。だから生まれるまでは俺もまだわからないとは思っていた。そうでしょ？でも一昨日コータから生まれたのが娘だと聞いた時は飛び上がりそうになったよ。え？男でも女でも可愛い孫には違いない。でもずっと男ばかりだったからね。やっぱり女の子が生まれたなんて言われたら嬉しいよ。嘘。もちろん息子たちも可愛い。産んでくれた君にも感謝している。子供たちの母親だからと思えばこそ今までずっと我慢していた。何のことよ。君の浪費癖だよ。どれだけ注意してもやめない。子供たちのための貯金まで使い果たして、大して必要でもない高いバッグや服、化粧品を次から次へと買い漁る。だって私にはその権利があるでしょ。俺の給料は無限にあるわけじゃないんだ。君のせいで家計はいっつも逼迫していた。妻が身だしなみを整えるのは夫のためでしょ。息子たちだって母親がいつも綺麗にしている方が嬉しいんだから。子供のものより自分のものを優先して。その上今回やらかしたことはもう弁明の余地はない。私は正しいことをしたのよ。お前のそういう自己中心的なところももう我慢の限界だ。もっと早くに見切りをつけるべきだったと後悔してる。それってどういう意味？さっきも言っただろ、俺がお前を捨てる番だと。冗談でしょ。この先息子たちが結婚してこんな嫁いびりをされたんじゃ離婚まっしぐらだ。そんなことはさせたくない。そんな、うちに不要なのはお前だ。もう顔も見たくない。まあ私離婚なんて嫌よ。あなたと別れたらどうやって生きていくの？ずっと専業主婦だったのに。人の離婚届は勝手に出すのに自分は嫌だと、そんな虫のいい話があると思うか？だってそれはお前はやりすぎたんだよ。覚悟しておけ。ともみさん、あなた横にいるんでしょ？なんとか言って、うちの人に離婚なんてダメだって説得してちょうだい。お断りします。ともみさんなの？はい。お願い、私の味方になって。子供を捨てろと言ったり勝手に離婚届を出したり、そんな人を助けたいなんてみじんも思いません。そんなこと言わないで。私とあなたの仲でしょ。仲良くしたこともほぼないと思いますが。あなたはコータの可愛い嫁よ。今さらお父さんから本当に離婚届が出してあったと聞いて、コータもすごく怒ってますよ。今無効にするための手続きを確認しています。なかったことになるならいいでしょう。勝手に出された離婚届でも一度受理されると無効にするには離婚届無効確認の調停をすることになるんです。それくらいいじゃない。コータは被害届を出すと言ってます。え？これって私文書偽造っていう立派な犯罪なんです。そんな大げさな。お父さんも同意してます。自分のしたことには自分で責任を取ってください。ちょっと待ってよ、親を訴えるなんて。今後親だとは思わないとコータも言ってますので。そんな。ということなので、あなたは私にとってももはや赤の他人です。もう会うこともないでしょう。そんなこと言わないで、ここは女同士仲良くしましょうよ。それでは失礼いたします。お願い、待って、あなただけが頼りよ。今までのことは謝るから、お願い助けて。後日談。義母は義父に離婚届を突きつけられ泣いてすがったそうですが、冷たく突き放されたとか。夫が被害届を出したことで義母は電磁的公正証書原本不実記録罪
誘引私文書偽造罪、偽造誘引私文書行使罪という罪に問われることとなり、懲役1年猶予3年となりました。夫も義弟たちもこんなことをする人間とはもう関わりたくないと絶縁宣言をして義母は大泣き、離婚の際義父が義母の今までの散財の領収書や記録を残していたため、その分が財産分与に計上され、義母には1円のお金も渡りませんでした。お金に困った挙句、義母は万引きを繰り返して逮捕され、とうとう塀の中へ旅立っていったのです。私は初めての子育てに奮闘中ですが、夫も義父も義弟たちまでもが娘にメロメロであれこれ世話を焼いてくれ、とても助かっています。甘やかせすぎないようにしないとな。